リピーターを使った本格的演奏回路の作り方です。この回路は次の機種での作成をお勧めします。スタート部分はブロックを置いて上にボタンを乗せ、前方にリピーター、レッドストーンの順番で設置します。このレッドストーンを中心とし、左右に10マスずつレッドストーンを伸ばします。伸ばしたレッドストーンの左端、真ん中、右端からリピーターとブロックを交互に設置します。縦のリピーターは設置した後すべて3クリックし、ブロックは8ブロックごとに色を変えましょう。ブロックの右にレッドストーンを置き、1マス開けた後リピーターを3個置きます。リピーターの間に音ブロックを置きます。音がない場所は何か別のブロックを置きましょう。動画の後半には数字が書いてある音ブロックが出てきます。数の大きさは音ブロックをクリックする回数で、色は下のブロックの種類を表しています。ピンクとグリーンは草ブロック、オレンジは木のブロック、白は石のブロック、黄色は砂ブロック、水色はガラスブロックです。この回路はアレンジして楽しむこともできます。ピンク、グリーン、オレンジの数字の下に氷塊ブロック、粘土ブロック、金ブロック、ウールブロック、骨ブロック、このどれかを置くことで音色を変えることができます。自分だけの組み合わせでアレンジに挑戦してみてください。最後にスタート部分のボタンを押すと演奏が始まります。以上がリピーターを使った本格的演奏回路の作り方です。次は音ブロックに数字が書かれた画像を流していきますので、一時停止しながらご覧ください。どうもこんにちは。本日の担当はアンズです。よろしくお願いします。さて、今回の曲はボーカロイドよりデコニーナさんのゴーストルールです。11月に行われた音ブロックリクエストの人気投票で3位に輝いた曲です。というわけで、豪華にフィッシュボーン回路で作ってみました。フィッシュボーン回路は左から順番に装飾音エリア、メインエリア、ドラムエリアに分かれて作っています。今回左の装飾音エリアでは、緑色の数字は骨ブロック、ピンク色の数字は粘土ブロックで作っています。たくさん音ブロックが置いてあって大変そうと思う方は、中央と右のエリア2つを作るだけでも十分かっこよく演奏できますので、まずはそこからお試しください。さて、今回のワンポイント講座、今回はフィッシュボーン回路について概要編です。フィッシュボーン回路についてアバウトに説明していきますよ。フィッシュボーン回路とは、魚の骨みたいにリピーターとブロックが交互に置かれている縦ラインから小骨のようなリピーターがゆきっと生えている形の回路です。この回路ではリピーターを使用しているため、蛇腹回路と同じ BPM150 の速さで曲が再生されます。というか、蛇腹回路が進化するとフィッシュボーン回路になっちゃう感じです。では、蛇腹回路とフィッシュボーン回路ではどのように違っているのでしょうか。以前、ドロッコ回路についての説明をした時、ドロッコ回路は蛇腹回路をまっすぐ伸ばした形を説明しましたが、フィッシュボーン回路ではドン、こんな感じに4分割したのを縦にギュッと詰めてあげた形になっています。ちなみにリピーターが0クリックの時の場合は、2列分の回路をギュッと詰め込む形になります。見た目からして難しそうに見えがちですが、実はこんなにもコンパクトに収まっちゃう回路がフィッシュボーン回路なんですね。2つ目の違いはこれ、同時に鳴らせる音ブロックの数です。蛇腹回路では3音、トロッコ回路では4音しか同時に鳴らせませんでしたが、フィッシュボーン回路ではその2倍、同時に6音鳴らしちゃうんです。蛇腹回路では歌、ベース、ドラムで精一杯でしたが、これによってギターやフルートなどさらにパートが増えて音に厚みが出るようになり、より原曲っぽく近づけることができるようになります。3つ目の違いは、音のボリュームが調節できることです。今までの蛇腹回路ではみっちり音ブロック同士がくっついていたため、ドラムの音が大きく目立ったり、歌パートがはっきり聞こえづらかったりしていました。しかし、そんなお悩みもこのフィッシュボーン回路なら
簡単に解決できちゃうんです。ただ今から説明するとくっそ長くなるので、今回はここまで。そんなことができるんだなとふわっと思ってください。というわけで、蛇腹回路とフィッシュボーン回路の違いでした。蛇腹回路に密度が高くなった分、オートブロックの数も増えて大変そうに見えますが、実は楽譜を元にオートブロック回路を作るときは蛇腹回路よりフィッシュボーン回路の方が簡単にできちゃったりします。なので、これから自分で一から回路を作るぞという人は、練習として今回の回路を作ってみるといいかもしれません。とはいえ、まだまだフィッシュボーン回路に挑戦するのはちょっととお悩みの人も多いと思います。そんな方にこれ、じゃじゃん、ゴーストルール蛇腹回路版をご用意しました。この後、数字が書かれた画像を流していくので、一時停止しつつご覧ください。ではでは、またね。オートブロックがあなたのワールドをより魅力的にします。興味のある方はチャンネル登録をお願いします。また、この解説動画は質問や曲のリクエストを随時行っています。ぜひコメント欄にお書きください。